ちは。よろしくお願いします。加藤さんお疲れ様です。今日和道とトレーニング2日目だったんだけど、ちょっと今回から少し実践形式でね、ちょっとずつそういうの入れてきて、まあ和道今日体調悪かったんだけど、よく最後まで集中して頑張りましたいや、ありがとうございます。まああとはその、はい、まず慣れだね。とにかく体を動かす、はい、もう自然にパンチが出る、はい、それから、はい、いいのちょっとタイミングがずれて何発か当たっても、はい、鼻がしびれて、はい、涙が出て脳が若干しびれるけど、はい、それが何秒ぐらいで収まるかってことを経験的に知れば、はい、怖くなくなるから、はい、もっと言ったら相手の奥手の右ストレートさえ食わなきゃ倒れないんだ。ジャブで倒せるジャブが打てる素人なんていないから、一番強い攻撃だけ注意しとけば、ハイキックと、はい、右ストレートのみ警戒しとけば、はい、あとはまあもらったってローキックもらうごとに思いっきりパンチ当ててみ、切れなくなるから相手怖くて、はい、もちろんその蹴りながら避ける方法ってあるけど、はい、そんなのさプロじゃないから、はい、そんなことできないからさ、はい、こっちも痛いけど、はい、その痛いの絶対1個は返す、必ず、はい、もう受けて終わらない、はい、追っかけてって殴り倒すっていうね、はい、まあ、そういう強い気持ちでいきましょう。はい、ありがとうございます。30分やんないけど、はい、10分20分いい、ね、そうですね、あ30分全然やっても問題です。まあ、水飲みながらリラックスしながらでいいよ。はい。どうも座ってやろうか。その立ったままやんないで。あ、そうですね。今日はカメラマンの人も入ってもらって、お疲れ様です。あ、ロンタン、ありがとう、来てくれて。まあ、カメラマンの人にも入ってもらって、和道のマネージャーの人ね、それで今日は本当にかなり本格的にやれたんで、今日が実質本当のトレーニング1回目とかかな。ケジャラモンジャラさんありがとう、個人経営者さん風船アイテムもありがとう。もう昨日さ、なんか荒らされてさ、全然寝てないんだよ、もう。和道とトレーニングするから、もう早く寝るっつってんのに。はい、何系の嵐っすか？嵐っていうか、なんか、はい、上がらせろ上がらせろっつって、なんかグダグダしちゃって。ああ、コラボっすか？そうそう。のんたんね、練習付き合ったけど、リタさん、お疲れ様です。お任せてくれ、テルが東京来たらねいや、オカマの次、オカマの次また別の軍団が来て、あのね、やっぱり試合までにいろんなシチュエーションっていうか、いろんな経験してもらいたいんだよね。こういうこともあるっていう、当然体調悪い時もあるし、はい、川田くん、アイテムありがとうございます。ありがとうございます。いつもありがとうございます。今日お世話になりました。ドルさんのリスナーさんありがとうございます。すいません、貴重なドルさんの時間。ワドリスも来てるよ。本当ですか？こんないっぱい来てるから、コメント打て打て。ワドリスナーみんな見てる。ノンタン来てるから。ノンタン来てます。本当ありがとうございます。ワドで4月から旅配信出ちゃうから、このトレーニングもさ、たまるちゃんこんばんは。本当はねギリギリまでやりたいんだけど、そうっすね、まあ、4月いっぱいあと4回か5回、はい、で1回第1部ノンタン第1部終了で、はい、まあその旅配信も頑張ってもらえて、それも大事なワードの活動だから、はい、ボクシングキックボクシングの試合ってその1通過点でしかないからね。だけど試合前にちょっとね頑張ります。まあもうちょっと勘を取り戻してもらうためにできれば1回2回やりたいなって、はい、試合直前にね、はい、
リングがあれより小さいっていうのがしました。全然ちっちゃい、あんなでかいわけないじゃん。プロのリングだよ。あれがボクサーとかの。いやいやいや、世界戦でもあれでもあんなに広くない。ああ、 UFC と同じあの大きさは。総合のだ。 UFC なんてお互い走って用意ドンでコーナーからコーナーまで行くの。どんだけ走っても、はい、あれの半分ぐらいですか。そうだね、あの2つ分ぐらい。2つ分ぐらいですか。小さい、小さいよ、ほんとちっちゃい。多分4メートル4メートル、あの規定の一番ギリギリだから、はい、ボクシングの。僕企画全部一緒だと思ってました、リング。ね、幅があんの、はい、だからあの、はい、アウトボクサーっつって足使うのとやるのが嫌なチャンピオンは、はい、小さいリング、小さいリングをやってくる。そういう楽しみ方もある。あ、逆にインファイターで、はい、もうボクサーファイターが来た時にリング広くして足で逃げるっていう、はい、でもアマチュアでもうそれができないようにちっちゃいの、はい、ああもう殴りないと、あビビるよもう本当に。あもう逃げ場ねえなっていう。檻の中って言いますもんね。そう、いやいやいや、今度やるところがビビる、狭すぎて。あ、うわもうこれ、はい、来られたら行くしかないなって。回ったり下がったりはもうできないから。あ、ユーザボールさん、いつもありがとうございます。うん、座ってな、はい、お水。え、じゃあ旅配信ちょっとどんなことするの聞かせて、告知的な。あ、いやもう本当になんか旅行とか企画とかじゃなくて旅人になるのが夢だったんですよ。あ、なんか風天の虎じゃないですけど、あ、なんかだからその何かをしに行くんじゃなくて、もう本当に、うん、旅をする、旅を、はい。お、いいね、俺もいつかやってみたい。はい、なんかそのまあ今お酒飲まないんですけど、昔バーに通ってて、うん、そこのバーテンダーさんが旅人だったんですよ。へぇ。で、和道っていう、古い辞書に旅って何て書いてあるかっていうと、うん、あの、不便なことって昔の辞書には書いてあったんだよ。へぇ。だから、不便さを味わうのが旅で、便利な、楽しむのが旅行だ。旅に行くんじゃないの。あ、旅行と旅の違いね、はい。だから旅人ってそうなんだよって。猫王さん、ありがとうございます。お、猫王さんだ、いらっしゃい。初見さん、ありがとうございます。ね、和道応援してね、これからね。よろしくお願いします。一生懸命頑張って、試合に、多分今回出場する選手の中で、誰よりも真剣に向き合ってるから、あの、うまいとか下手とかね、技術のアドバイスも嬉しいんだけど、それより、その、和道が一生懸命やってるのを応援してほしいんだよ。俺もだからそれで、一緒に頑張ろうって言ってやってんだけど。めちゃめちゃ、めちゃめちゃ楽しみにしててください。僕も楽しみです。昨日実は、あの、夜中にヘルチャンピンが練習してたんですよ。うん、で、本気なんですよ。いつもと違って、ブワーって、まあ、いつも本気でやってるんですけど、うん、もう気合入ってて、うん。で、放送でずっと煽ってたんですよ。うん。ハル君ありがとう。そしたらなんか夜電話かかってきましたよ。出るから。うん。怖えっつって。うん。でも頑張ろうって、一番いい試合やろうって言ってくれて。うん。うん、はい、笑っても泣いても9分で終わっちゃうの、はい、お互いビビってお見合いしてたらすぐ終わっちゃう。3分終わっちゃいますね。じゃない、もう最後は腕が上がんない、はい、足が上がんない、もうどっちも怪我して痛いから、はい、それでも気持ちで、はい、もう終わって、頭つけてなろうっていう、もう最後出なかったら、はい、口でもいいよ、はい、ぶっ壊してやるって、それをみんな見たいんだそうですね、はい、もう疲れてさ、16オンス、はい、今日やって重かったでしょ、はい、重かったっす。でも手も足も出ない、はい、でもぶっ殺したらぶっ殺したらっていうのをみんな見たいんだから、はい、そうですね、気持ちを最後まで出さないと、はい、頑張ります。これからだからスパイの強度を徐々に上げていくから、はい、もう笑ってる余裕なくなってくるよはい、いや今日もなかったです。でも経験的に何発か食っていくと、はい、あ、よく聞いちゃうってこういうことなんだ、うん、これは15秒後に取れるから、じゃあ15秒足使って回ろうとか、うん、なんなら1回座ってもう休んじゃおう、3回ダウンしていいんだから、はい、うまく使わないと。おー、えいちゃん、お疲れ様です。でもダウンの数減点っていうか、あのダウンの数が取られたら取られた分だけあれなんですよね、ダメになるんですよね今回。いや、もちろんだから、あ、もう最後の最後の KO できなくて、はい、和道が1回ダウン、はい、ワドが2回ダウン、テルが1回ダウンだったら、はい、テルの勝ちになるんだよ。ですよね。まあ、もちろん倒れない方がいいけど、はい、負けるぐらいだったら、はい、そういう戦略もある。うん、10カウントの休憩時間があるんだから、それ使って、はい。やっぱ怖いのは、はい、効いちゃうパンチっていうのを練習の中で1回は経験すると思うけど、はい、脳震盪起こした時、はい、立ってられないんだよ。もう足元が船の上みたいで、はい、ぐらぐら来ちゃう、はい。その時ってもう防御もできなければ、はい、正確な判断もできない。そこに追い打ちかけると絶対KOされるから、
そうなった時にいかに冷静に三半規管を使ってそのバランスよく立てるかっていう、むしろね強いパンチよりその素人のかすったパンチ、はい、あれこんなのでっていうのでグラグラくるから、もうあとは今日は言ったってヘッドガードがある、歯も痛くないし、それなくなった時に俺はない方がいいんだけど、はい、あの見えないから、はい、その恐怖心を克服していけるかどうかって、はいはい、こう和道ファンも来てくる、サンケザ超えてんだけど、はい、どうなんですかね、和道リスナー手挙げてまああと初見の人で、はい、和道と俺の並びでなんとなく見てる人が、うちの人アクティブあんまない、うち全然コメントないの、あいや僕もないっすよ、なんか最近ないっすよ、キャスの人もみんな言います、ニコ生だけですよ、うん、コメントガンガン打つのって、 あ、ありがとうございます、靴下さんどうもです、うちのリスナーさん、どうもワードのことも応援してくれて頑張れ、頑張ります、ケンシンさん、そうですね、うん、うちのアクはもう別にテルが嫌いとかじゃなくて、はい、一緒に練習してるから、はい、みんなワード応援してるから、はいはい、いやなんかベンズ太郎さんが試合組むときにテルチャンピオンとワード因縁があったみたいな紹介の仕方したじゃないですか、なんか昔なんかあったらしいみたいな、だから組んだみたいなこと言ってんすけど、ワード配信者なんだからそこは因縁があるっていうことにしなくて、いや ないんすけどね、いやパルパルを、はい、とやりたかったのに、はい、横入りされてっていうそういう因縁作んない、そういう作んないとダメですか、何も台本くせんだよ、じゃあいいね、靴下さんどんどん突っ込んでくれていい、ね、そういうことなの、そこは因縁、そこがそこ、そこ因縁あるから、うん、あるんです、うん、はい、昨日も電話で話したぐらい仲いいだからそういうこと言わなかったこともして、はい、そういうのダメだから、あダメだ、絶対言っちゃう殺しちゃうっていうそういうのが見たいです、そう、まあ、じゃあいや分かった、仲良くてもいいけど、はい、試合始まったらもうそういうのなしたら、試合上で殺しますよ本当に、はい、それは殺しますよ、うん、はい、それは全然言ってるんで、因縁作んないと、あ因縁を作れっていうか本当に殺そうと思ってるんで、うん、はい、それは殺します、いやダメ、電話しちゃダメだ言っちゃダメだそれはどんな練習してんのっつって辛いよねとか言って走ってるよとか言って、あいつは結構えげつなくて、はい、油断させて、はい、来るかもよ、そんな ありますね、あれはもう喧嘩慣れしてるやつだから、やっぱり人間ってさ、はい、じゃあ俺とお前とやれって言われたら、はい、俺やっぱいけないもん好きだから、そんなに思いっきりはいけない、はい、でもやっぱり、はい、ね、はい、ちょっと生意気なこと言われて、はい、でもじじふざけんなって言われたら、はい、なろってなるけど、そうですね、あ今日ね、はい、そうちょっと匠くん今日はね、あの和道の枠のマネージャーさん写し、あのやってくれてるね、あの匠くんがずっとカメラやってるけど、もうトイレも行かないでトイレ休暇行けだけでね、あの匠くん、あのマネージャーさん、和道のよろしくお願いします、今日ありがとうございます、とんでもない、お疲れのところなんとかうまく、いやうまく写ってた、この前ねもう真っ暗だったし、そうですね、やるのに夢中になって、はい、2人ともカメラから外れてる時あった、はい、そうです、それでなんか匠さんがこれせっかくこんな頑張ってるんならそうみんな見たいはずだよって、これ正解だったし、はい、あの迫力ある映画撮れてたと思う、はい、ね、あのミットとか、今日ね本当にねワード体調悪かった、俺が言うのもあれだけど、やっぱいつもと違うの感覚が、なんかもう全然その当たらないんですよ、なんか、うん、パンっていかない、でもあれはもう数やるしかないのね、はい、そのイメージだけでうまくやれたらもうみんな、はい、誰も苦労しないんで、はい、もうとにかく数、はい、数やって、すいませんなんかフォローしていただいて、うん、今日ちょっと情けなかったっすね、情けないっていうことはないけど、うん、それは人間だから試合当日このコンディションになること十分あるんだよ、はい、その時にあ俺今日も体調悪いからダメだじゃなくて、はい、あそうか今日いつもの4割っきゃ使えないんだ、じゃあ4割の中でスタミナ配分して、はい、あの技は最後まで取っとこうとか、うん、そういうふうにどん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 考え方変えていかないと、はい、いつもベストの状態頭に置いておくと辛いよ、うん、そんなの多分100回試合して1回ぐらいしかないから、
今日最高に調子いいっていうのは。あ、トモさんお疲れ様です。どうもです、トモさん。まあでもね、俺は本当に青山もそうだけど、特にもう和道は熱い気持ちの男だから、俺は見せてくれると思うよ。技術以上のものをみんなに、あ、こいつすげえなって。これ今ね、練習トレーニング今2回、あと5回4回ぐらいやるんだけど、一緒にそれを全部見た人はもう試合の時感動して泣くよ。もうどっちが勝とうが、あんなに頑張ったのに残念っていう涙もあるかもしれないし、よく頑張って試合で全部出せてよかったなっていう感動もあるかもしれないし、だからこれからも見てね、本当にあと4回あるから、ぜひぜひお願いします。和道の成長とね、あのその後旅配信出るから、あれだよ、和道リスナー、ドレさんの配信あれだよ、フォローしないダメだからね。ドレさんに、あの一番楽しみに、あ、本当に、いや、目薬いらない、あと目薬持っていかなきゃ。台本台本、そういうのいいですね、でもいい企画ですよね、本当にこれは。いや、俺の試合の次にガチだからね。え、そうですか。違う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 、順番の話じゃなくて、俺の試合が一番熱いけど、はいはい、ワードの試合も熱いよっていう、はい、ドレさんガチ勢だからな、本当に死んじゃうんじゃねえかっていう。あ、でも相手もプロ、あ、なんか経験らしいよ。あ、らしい。あ、お、マーさんだ。あ、マーさん、ありがとう、あ、ありがとうございます。あざーす。あ、マーさんはワードリスナーさん、うん、あ、そうですね、うん、どうなんだろう。でも僕なんかよく何々リスナーとか言うじゃないですか、うん、あんまりそういうのないと思ってて、なんかみんな一人の枠しか見ないとかないじゃないですか。あ、まあまあまあ、まあ、だからあんまり気にしてないですね僕。和道くん真面目な人なので好感持てるの、お願いします、はい、ありがとうございます。田丸さん、古いうちのリスナーさんに、田丸さんありがとうございます、うん、どれさんの対戦相手だねえ。いや、でも週5回行ってるらしい。俺より多分練習してるから。どれさんどれくらいやってんすか、週4とか。気が向いた時。嘘嘘、ちゃんと最低週3ぐらいは。おえ、夜とかにジムに通うんすか。そう、俺所属してるジムがある。俺もう、現役のチャンピオンとか、はい、まあ元チャンピオンとか、はい、あとは今度新人戦に出る若い20歳の男の子と10ラウンドとかバッチバチで、もう昨日とか頭痛くて寝られなかった。先生とそいつにバッコバコ殴られて。そいつら16オンスじゃないから、はい、先生とかオープンフィギュアで俺がガンって殴ってダメだよガード相手じゃガツンガツンってやられて頭痛かった。へえ、すごいっすね。まあそれも楽しみしててよね。でもあれですよね、選手は試合見れないですからね。あ、でもモニターで見れるんですか。え、だから自分の、はい、あ、携帯とか携帯で、うん、はい、もう10ラウンドだよ毎回。でも僕は思うんですけど、携帯電話のこの画質でやるんですよね、あのフワッチとかキャスとかの。俺が違うんです、試合は。いや、だからあれでやるんでしょ、はい、あのパソコンで機材いいのは使うんじゃない。使うんですかね、なりの、はい、なんかあの本格的な企画の人とか、あの暗黒野球とかあるじゃないですか、うん、プロのもうカメラマンとかブワーって何人もいるんですよ。あ、でスイッチングしてやってるってこと。そうそうそう、それぐらいやるでしょ。やるんすかね。便所も機材凝ってるし。あ、まあ、だって1万人近く見るのに。そう、これで1万人近く見て携帯電話でこうやって撮ったら爆笑するよなとか思ってて。あ、それはないですかね、大丈夫ですか。いや、多分それはないと思うよ。だって固まったりとかさ、そうそうそう、最悪じゃん。ずっと引きのカメラでリングっつってたらめちゃめちゃ面白いなと思って、うん、だからもう2台、はい、3台置くんすかね。置いてスイッチングするかどうか分かんないけど、はい、まあ、定点でもちゃんとカメラしっかりしてたら面白い。みやびは経験者っていうか週5でキックのジム行ってて、みやびの先生って世界チャンピオンなんで K1 の。やば。でも別にコーチが試合するわけじゃないからね、うん、世界チャンピオンならってみんな強くなるんだけど苦労ないでしょ。ドレさんはトレーニングとか、うん、僕は思ったんですけど、うん、ドレさんこんだけ格闘技の経験あるのに、うん、なんでその格闘系の配信によらないんですか。そのね、まず一つはその、はい、道場のやっぱりね、祝電入ったり迷惑かかっちゃうから、はい、あとまあ相手の人の、はい、その肖像権もあるから、うん、回せないんです。トークでその
あ、やってるよ。あ、マジですか。プロレスの話ばっかとか。はい、僕いつもツバニャンの話してるイメージがあるんですか。たまたま、それは。そのコメントがツバニャン寄りになってるから。あ、そう、格闘技ファンに、なんかそういう配信者ってあんまりいなくてレアだなとか思ってて。だってそれやっちゃうと今度、はい、それが好きな人は残るけど、はい、女性のリスナーとか雑談期待してる人がいなくなります。いなくなっちゃうから、はい、確かに、うん、難しいですよね、うん。なんか僕最近コメントでね、リュウさんだから、その時格闘技の話してる時来てるよね。川田君ありがとうございます。そう、チャックリデルすごい好きなの。なんか最近僕コメント練習、どれでいいよ7個練習してるじゃないですか、うん。そしたらなんか、おめえそれでもボクサーかよってコメント来るんですよ。いや、うん、俺配信者だよっていう、だよね、そこが結構面白くて、うん、なんかお前それでもファイターかよとか、うん、えみたいな。いや、普通にね配信者だから。そうなんか熱い、まあ、でだんだんね、みんな分かってくれるよ、はい、その俺ら配信者だから、はい、弱くてごめんねって言い訳してるわけじゃなくて、はい、ただ殴り合いました、はい、KO して勝ちましたっていうものが見せたいんじゃなくて、はい、それまでの取り組みとか。そうなんですよね、分かりたいんですよね、全部どう変わったとか、はい、配信者としてどうイベントを盛り上げられるかっていう、はい、やっぱそこ一番見てほしいよね。そうなんですよね。で、僕器用なことできるタイプじゃないから練習するしかないと思ってるんですよ、うん。フォローありがとうございます。 KO した方が盛り上がるっていう判断、うん、体幹トレーニングしますよ、いっぱい、うん。お、サボちゃんいらっしゃい。ふざけんなまだアンチが来た、これ。え、頼むで。それちょっと面白いな。っていう。でも、可能性なくないですからね、ほんと。奈良子すげえな、うん。殺される前に殺せえだって。そうですね。女の子の方が結構格闘技好きだったりしますもんね。うん、熱くなったり。のんたんが結構そう状態になることが多いんで、うん、会場で一番はしゃぐかもしれないですね。フローとか入ってストレッチとかやってる、はい、やってます。ちょっと疲れが若干溜まってはいるから、はい、抜くとこは抜かないと。理想は2日やったら1日、はい、まあ、ジョギングぐらいにして、はい、ちょっと強度落としてジョギングと軽いシャドウ、うん、でまた2日間集中して、はい、で1日休んでっていうサイクルがいいと思うけど、毎日って、はい、現にもうこうやって体が球出してるわけ、はい、ヘルベス出してっていうよりも毎日強度を上げていってます。いいんだけど、はい、それずっとは続かないから。そうですね、はい、うん。なんか今日さっき画面見てクマがひどいなとか思って、うん、びっくりしました。もう今日はだからね、ヘルベスじゃ体重そうだったもん。前回の方が全然キレがあった。マジですか、うん。ちょっと今日せっかく貴重な時間だったので、いや金杯、俺は配信者として意地を見せてくれて出ると思うよ。車椅子でも、車椅子面白い、車椅子で出るでしょ。あいつはやる男だよ。車椅子でボコボコにされるの超面白い。病気なんかに負けて、はい、出ない男じゃなくて車椅子で上がってタオル投げられる、はい、それでもいいよ。いや、それめっちゃ面白いですね。もう人笑いですよ、ね、はい、でビール飲んで帰ると、そう、点滴されながら上がって、はい、介護人にこう付き添われながらリング上がって、はいはい、まあそこは全然安心感ありますよね。始まってもうセブンが襲いかかってきたらすぐタオルで肝臓パンチリバーブローとかね、うん、本当に殺しに来るよセブンは、うん、今肝臓一発打っちゃ倒れんだからさ、はい、肝硬変とか超面白いよね。いやいや本人出るっつってるよ、はい、あ、そうなんですか、うん、さすが ツイートで、はい、まあ和道ね、今日はもうちょっと疲れ気味だし、はい、マネージャーの人待ってくる、今日はもうこれぐらいにして暗くなってきたし、ありがとうございます。またはい、また次回は日曜日ぐらいで、はい、時間とかは相談して、はい、お願いします。明るい時間の方がやっぱカメラは、時、うん、この前これくらいだったんですかね。3時がいいよね。3時がいいですよ、はい、ちょうど、はい、じゃあお疲れ様でした。お疲れ様です。うちは夜普通に、今日は多分
定例のロングウォークで築地市場朝皆さんお連れして、で夜の六本木で夜直し先生の企画をやりますんで、お楽しみに。え、それキャスですか？キャスとフワッチ、ではでは最後まで見てくださった、おすごい来てる、150人も見てる、おおすごい、ありがとうございます。すごいたくさん来てくれた方々ありがとうございます。ごめんね、もう暗くてほとんど見えないと思うけど。ありがとうございます。じゃあまた次回、お疲れ様でした。お疲れ様でした、さよなら。お前コメント欄荒らすなよ、バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよもう。